軽井沢に来てます。久しぶりの一人キャンプなんですけど、とりあえず今日の夜はメスティンで燻製ステーキを作って、でご飯食べて、で明日はですね、朝ごはんがベーコンエッグトーストで、コーヒー豆をその場で焙煎してカフェオレ作って飲んで帰ってくると、そういうメニューでございます。ちょっと食料買い出しに行きます。ご飯とかお米とかね、お肉とかお買い行きます。さて、久しぶりのドッグキャンでございますけれども、軽井沢っぽいところを抜けまして、ソロの人結構いるな。今回がですね、軽井沢キャンプゴールドというキャンプ場なんですけど、受付で受付を済ませます。さあサイトが決まりましてですね、ここの奥ですね、この奥にソロキャンプの人いらっしゃいますね。はい、サイトに着きましたので、キャンプギアを下ろしまして、レイアウト作っていきます。下がこれ砂利なんでね、あんまり道具も汚れることなさそうです。まずは焚き火台作っていきます。これ最近愛用している東京クラフトっていうところの焚き火台で、すごいね軽いですね。でパコパコっとこうねはめていくと、結構ねすごい軽量で薄くなる割には結構面積が広いんで、大きい薪もしっかり燃やせるし重宝しています。続いて皮膚希望ですね。これ真鍮でできておりまして、男のロマンが詰まっている感じのやつですね。3つに分かれていて、くるくる接続していきます。この日が金曜日だったんですけど、そこそこねお客さんいらっしゃいましたね。明日にはもっと増えるでしょう。とりあえずビールいただきます。タバコいただきます。巻き終わりまして、焚き火を火つけていくんですけれども、今回これね、これいただき物なんですけど、これティンダーウッドっつって、ブッシュクラフトとかをする人がこうシュッて火をシュッてやって、ナイフでシュッとかやって起こしてですね、綿毛にブワーッと火をつけて、それを移す用のというか、すごく油分を多く含んでるんで火がつきやすい木なんですね、これね。なんですけど僕ブッシュクラフトやらないんで、今回これ細かく割って着火剤に使っていきます。ちょっと贅沢な使い方ですけれどもね。結構火のつけ方にはこだわる人結構いらっしゃるんですけれども、私はもうつけば何でもいいので、ありとあらゆる方法で火をつけてまいります。
こちらですね、今回の夕食、燻製ステーキを作るためのこれ桜の燻製チップ、これ肉とかね、魚とかね、割と桜の香りが強くってよく燻製できます。そしてこれ最近買いましたバーミキュラのね、すごいちっちゃいね、お鍋ですね。これでご飯を炊きます。バーミキュラで炊くとね、すごいご飯美味しくできるんですね。1合炊きます。本当はこれ、今回焚き火でやるんですけど、あんまり焚き火でガンガンやるタイプのお鍋ではないので、多分ね、外側にね、すすがいっぱいつくと思うんで、あんまりそういうの汚したくない人は焚き火はやめた方がいいと思いますけどもね。さあ、そしてこじらせまな板ゴーアウト、ここから包丁出しまして、この包丁もですね、8月後半ぐらいに発売開始になると思うんですが、こじらせ包丁、むちゃくちゃ切れます。でこれでシャンピニオンってスーパーで買ったやつね、シャンピニオンっていうやつですね、すんごいでっかいキノコです。それを切ります。でこれも得意ビデオストアのツールバッグ、これ下のところにフライパン入れになってますんでね。でこれキノコ入れまして、これもしめじですね、でっかい、本しめじかな、でっかいの。そしてクレソンで出ました、本日の主役お肉っす。お肉をですね、ちょっとね、これがね、今回ね、ナイフとかフォークとかそういうのは、ナイフは今普通のナイフがあるんですけど、フォークとか忘れたんでスプーンで食べることのままいいや。で下にですね、桜のチップを引きまして、そこにドンします。で締めます。で一旦スタンバイ完了と。そして今度バターですね、バターをこのキノコ炒めの方に入れてきまして、これバター醤油で味付けしていこうと思います。これ塩コショウを振りましてね。何回も言いますけど、バーミキュラあんまりね、焚き火でガンガンやらない方がいいです。まあ、壊れることはないですけどね。さあ、そして火がちょっと暮れていきます。いやー、美味しそう。炊き上がっております。炊き上がっとるます。ちょっと一人なんでね、あまり大きなリアクション取れませんけれどもね、この白ご飯本当に美味しい。で今度燻製ステーキの方をセッティングしまして、火力をぶわっと上げていきます。でこれでガーッとやってるとね、中のね、桜のチップが燃やされてね、こうやって煙がボボボボッと、中がもうもくもくでございます。やだー、もう何、もう、あー、続いてこのキノコ炒めの方行きましょうね。これも炒めながらね、どんどんお肉が冷めちゃいますんで、炒めながら肉を食います。切り分けていきます。ちょっとこうクレソンまぶしましてね、なんとなくですけどね、できました。ちょっと今回箸とかフォークとか忘れてしまったんでね、ちょっとナイフで食ってますけども、良い子は真似しないように、危ないのでね。このでっかいキノコ、シャンピニオンもね、すごい味が濃くてね、キノコって感じの味がして美味しいですし、このお肉の方、ほんとこのレア気味に、桜の香りがついて、うん、
さあそして食後のお楽しみ、ちょっとね今日は珍しくウイスキーをロックでいただこうかと思います。これお酒をいただきながらちょっと今日使った道具のね手入れなんかもしてると雰囲気出ますね。さあそれでは寝に入ります。今日はもうテント張らずに車中泊で行きます。私ハイエースなんですけど、うちのハイエースのこと結構気になってる人がいらっしゃるようなので、また今度改めて説明しますね。でとりあえず寝床こんな感じで完成いたしました。おはようございます。まずねパパーと焚き火台とか片付けまして朝ごはん作っていきます。これねちっちゃいMSR のガスバーナーとこれ銀の円盤みたいなやつ、これでトースト焼いていきます。時間経過用テントウムシ素晴らしいですね。いい出来でございます。さあこれがパン焼くやつなんですけどね、これねちょっとこの金具をねつけるのどういう風にどの方向につけていいのか分かんなくて結構手間取りましたけど、パンがね一気に4枚焼けるんです。
いかがでしょうか。ジブリ館の方はございますでしょうか。金曜から明けて土曜日、結構ねキャンパーさんがたくさんいらっしゃいました。これでもかというね、いろんなカットからね、おじさんがトーストを食べてる姿をお見せしておりますけれどもね、これはもう我慢してください。さあ、そしてラストミッション残っております。自分でコーヒー豆を焙煎してカフェオレにして飲むっていうね、わざわざ焙煎してまでコーヒー入れてブラックちゃうんかいというふうに思われそうですけど、私はブラックは飲めません。カフェオレが大好きです。とりあえずこれね、豆をね、生の豆をこれ普通こう網とかでね、こう直火で炒めたりとか、炒めるっていうかこう火を入れていったりとかするんですけど、フライパンでもできるということだったのでちょっとやってみました。これ初めてね豆を焙煎したのでちょっともう思いっきり下手ですけども、これ本当はねこのまんべんなくムラなくね火を入れて同じ色にしたいんですけど、また私初めてのもんで下手くそなんで、とりあえずでやってみております。これフライパンの上に置いとくとどんどんこれ焙煎が進んでしまいますんで、こう網にねザルに入れましてこう冷ましております。これ冷ましている間もね、だんだんこう豆がね変色して、黒く変色してきてね、面白いですね。で一旦冷ましている間にちょっとフライパン拭きまして、よくね動画なんかで手でねぐるぐる回してカリカリと豆をひいてる人、雰囲気あってねいいと思うんですけど、私はもう思いっきり電気を使います。その方が早いです。そしてこれほら便利なんです。これパコってね伸びる、これ夜間ですね。これでお湯沸かしましてコーヒー入れていきます。はい、一旦ですね沸いたお湯を少しだけ入れてで豆をね蒸らしていく、ふっくらさせていきます。で入れるんですけど、コーヒーのお湯入れるところを取り忘れてまして、なんとすでにコーヒーが入りました。